マイメロディはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用、キャラクター群。主人公、メロディはウサギをモチーフに赤ズキン風に擬人化。通称はメロディちゃん、マイメロ。日本では同じサンリオのハローキティと肩を並べる人気キャラクターである。ハローキティのシンボリック性の高さに対し赤ズキンをベースにしているマイメロディはリトルツインスターズと並び、 サンリオキャラクターとして数少ない物語性のあるキャラクターである。また、日本国外でもグッズ展開が行われている。1975年にキャラクター開発。第一号グッズの販売は同年末。当初はハローキティと同様、女子児童向けキャラクターであったが、現在では幅広い世代に人気があり、大人向けのグッズも多数販売されている。最初期は、 赤ずきんの登場人物を動物に置き換えたキャラクターと位置づけられており、リートルレッドライディングフットと呼ばれていた。1976年にマイメロディと命名され、以後はキャラクター設定において赤ずきんとの直接なつながりはあまりなくなり、その分友達の動物たちが登場するようになった。なお2000年には赤ずきんちゃん時代のグッズの復刻版が発売された。 初期のマイメロディグッズは被っている頭巾が赤いものしかなかったが、1977年にピンクの頭巾を被ったグッズが発売された。その後長らくピンクのものが主流となっていた。1980年代後半には洋服を着たマイメロディのグッズが発売された。マイメロディの人気が低迷していた1980年代後半、ゴには 誕生当時から継続して発売されていたグッズは菓子類程度しかなかった時期があったが、1996年9月のいちご新聞の読者投票企画サンリオキャラクター大賞でマイメロディが上位に登場したのを機に、1997年3月に本格的な商品展開を再開。この時発売されたグッズは赤いズキンのものであった。1999年には、 ピンクのズキンのグッズも発売再開。2000年以後は赤、ピンク以外にも様々な色のズキンをかぶったグッズが販売されている。1997年頃からハローキティと共に10歳代の女子を中心にブームとなった。マイメロディのキャラクターグッズは多くの場合赤やピンクを基調としているが、2001年、青を基調としたマイメロディブルーが発売された。 黒ミのキャラクターグッズは多くのバイクロを基調としている。2004年、サンリオピューロランドの夜を楽しまないと、限定ユニットとして、ウサハナ、マロンクリームと共に、ウサギユニット、バーニーズを結成。松田聖子のカバー曲、赤いスイートピーをリリースした。マイメロディ名義では他にも、夢見る、シャンソン人形や、音メロディなど多くの歌をレコーディングしている。 2010年9月15日、サンリオ創業50周年を記念して、商品シリーズ、ゴールデンメモリーズを発売し、マイメロディのほか、ハローキティやパティジミーや、リトルツインスターズの1970年代マイナス1980年代前半のデザインを使用して、新規に企画した商品、もしくは当時の商品を模した商品を発売した。マイメロディからは26アイテムが発売された。 生誕40周年を記念して2016年にバンダイから超合金がタカラトミーから旧トランスフォーマーのシリーズとしてそれぞれリリースされた。2019年4月7日よりデジタルラジオ放送 TS1 にてマイメロディのマイメロセラピーのパーソナリティを担当。設定は変更されることがある。テレビアニメお願いマイメロディシリーズにおけるマイメロディについてはマイメロディも参照。 黒ミ、バクは、テレビアニメ、お願い、マイメロディシリーズに登場する、自称メロディのライバルである。2005年に、キャラクター開発。アニメから独立したキャラクターとして、キャラクターグッズが発売され、人気を集めているほか、サンリオピューロランドにも登場するなど、幅広い展開が行われている。メイドキッサとのコラボレーションにより、サンリオのキャラクターとして初めて、 秋葉原でのイベント展開も行われている。2006年6月には、テレビアニメに登場する黒ミをリーダーとするレディース、黒ミーズ後のマスコットホルダーの発売を開始した。黒ミーズ後は、猫のニャンミ、犬のワンミ、ネズミの中ミ、狐のコンミと黒ミの5人組で構成されている。イチゴ新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第21回及び、 第25回の1位が歴代最高である。マイメロディのサンリオキャラクター大賞及びキャラクター大賞一ち新聞ランキングの順位は以下の順位表の通り、2012年以降の括弧内は総合ランキングとは別に一ち新聞に届いた表だけの順位である。マイメロディはサンリオキャラクター大賞の前身であるサンリオキャラクター人気コンテストの第1回から、 赤ずきんちゃんとしてノミネートしている。ちなみに、第1回のノミネートは外部判刑を含めた10キャラクターで、その結果は赤ずきんちゃんは6位であった。ちなみに、トップ3はスヌーピー、パティジミー、ハローキティであった。1998年から2002年まで5年連続で2位を達成するものの、ハローキティが分厚い壁となりなかなか1位になれなかったが、 2010年悲願の1位を獲得した。2013年サンリオキャラクター大賞2位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で1位になったら、東北にお花を植えに行きますと宣言していたが、中間発表で1位を獲得するも、最終結果で、ハローキティに逆転され、惜しくも実現とはならなかった。単独で初ノミネートの マイスイートピアノも80位以下なら毛刈りされちゃうと発言していたが中間発表で15位最終結果が16位となかなかの好成績であったため毛を刈られずに済んだ2014年では全100種のキャラクターを A、E グループの5グループに分けてファーストステージが行われ各グループの上位4種全20種のキャラクターから ファイナルステージが行われ順位が決定されたため21位以下が存在しない。マイメロディは A グループ、マイスウィートピアノは D グループにノミネートしていた。また、マイメロディは総合順位は1位だがネット投票のみを集計した結果は4位であった。また、マイスウィートピアノがマイメロディに大きく貢献した理由から助演キャラクター賞を受賞した。二0十五年は 総合順位は5位だが、コラボ部門では、ゴーちゃんとコラボしたマイメロディが1位を獲得したほか、プラクマくんとコラボしたマイメロディが5位、東日本放送グリリとコラボしたマイメロディが6位を獲得した。また、今回新設されたキャラクターパフ部門では、得票数2410票を集め2位を獲得した。2016年では、サンリオショップからの得票数が、 最も多かったキャラクターがマイメロディであったため、いちご新聞サンリオショップアワードを受賞した。また、キャラクターを撫でると1票が入る、撫でる投票が実施され、スマートフォン上に表示されたキャラクターを指で撫でる、撫でる投票では、マイメロディは撫でられた時間が2151時間40分30秒で5位にランクインした。2019年は総合順位は4位だが、 中国では2位を獲得した。また、コラボ部門では、ココシエルちゃんとコラボした、マイメロディが5位を獲得したほか、スージーズーとコラボした、マイメロディがエントリーした。また、イチゴ新聞ランキングが昨年は6位、今年は7位と順位が低下傾向で、電話取材したところ、マイメロディ枠、ラジオのパーソナリティやカフェ、看護師など仕事で大忙しだったとのこと。 2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はマイメロディは3位であった 2021年は総合順位は4位だが、ブラジルでは3位を獲得した。またハーモニーランドでのチップで投票では1位を獲得した。2016年より、いちご新聞オリジナル企画でサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストでは、フラットくんが2位、メロが10位、リスちゃんが19位にランキングされた。第2回の サブキャラコンテストでは、リズムくんが9位、ゾウさんが14位にランキングされた。第3回は、リスくんが19位、クマくんが20位にランキングされた。第4回は2016年から2018年までの上位20キャラクター同士の決戦コンテストで、リズムくんが12位、フラットくんが23位、ゾウさんが33位、クマくんが54位、リスちゃんが56位、 リス君は最下位であった。仕切り直しとなる第5回はリズム君が2位、ゾウさんが22位にランキングされた。日本版のメロディの声は1989年以降、ほとんどを佐久間玲が当てている。テレビアニメ、お願い、マイメロディシリーズにおいても同様。1989年、マイメロディの赤ずきんとしてアニメーション映画化された。 1989年7月22日から9月1日、全国東方洋画系58巻で公開。上映時間27分。サンリオアニメフェスティバルで、ハローキティのシンデレラ、キキトララの青い鳥と同時上映。マイメロディがグリムドアにおける赤ずきんの主人公となって演じている。キャストスタッフマイメロディの誕生30周年を機に企画された。 テレビアニメシリーズ。2005年4月3日からテレビ、東京系列で放送。詳細は、お願い、マイメロディを参照のこと。格闘家の北岡悟が本作にちなんだ技を披露するなど、その人気は広範囲に広まり、その好評ぶりから続編も制作された。続編として、お願い、マイメロディくるくるシャッフル。お願い、マイメロディすっきり、お願い。 マイメロディキララがテレビ東京系列で2009年3月29日まで放送された。2012年2月7日、お願いマイメロディトモアイのタイトルで映画ジュエルペットスウィーツダンスプリンセスの同時上映作品として映画化されることが決定し、同年8月11日に公開。その他にも1994年発表の OVA 作品。 マイメロディの狼さんに気をつけてがある。友達のバースデーパーティーにケーキを届けるメロディーを、狼が、あの手この手でケーキを横取りしようとする、約10分のアクションコメディアニメである。キャストスタッフ2019年4月7日より、TS1 にて、マイメロディのマイメロセラピーが放送されている。メロディが DJ を担当し、ストレス社会に生きる女性たちの心に寄り添い、心の安定をもたらす。 マイメロセラピーを届ける番組。マリーランドの中の音楽の森からお友達から届く悩み相談にメロディからの言葉と音楽を送る構成となっている。同局でサンリ両キャラクターがパーソナリティを担当する番組はメロのフレンズソングに続き2番組目となる。本番組の第1回放送日である4月7日には同日放送のメロのフレンズ内で メロディからのボイスメッセージによる告知が放送された。TS1 の閉局に伴い2019年9月29日をもって同局での放送を終了。10月1日からは東京 FM に移動し、ホメラニアン内の1コーナーとして放送開始。2020年3月30日からは19時48分からの放送枠に移動。2020年10月2日からは、 FM 大阪でも毎週金曜日20時55分からの5分枠で、東京 FM で放送する内容とは別内容で放送開始。両曲バージョンとも、マイメロディ出演部分のみ、アウテアプリ及び番組 YouTube チャンネルにて配信される。2013年3月8日には、テレビアニメ、お願い。 マイメロディシリーズの3年後の設定で、テレビアニメのシリーズ構成を担当した山田隆によるノベライズ作品、お願い、マイメロディはイスクルが、2014年4月12日には、お願い、マイメロディフェバーが発売された。その他の小説作品としては、2014年3月15日に、マイメロディマリーランドの不思議な旅が発売された。2014年12月5日に、 哲学本、論語を題材にした書物、マイメロディの論語心豊かに生きるための言葉が発売された。2019年12月5日に、マイメロディカフェが初の常設店として大阪梅田のヘップファイブにオープンした。マイメロディの赤ずきんに関するカテゴリー、マイメロディのマイメロセラピーに関するカテゴリー、ありがとうございます。